こんにちは、ベルです。今回は、4月の上旬ぐらいに和歌山とか三重とかの、南に突き出てる紀伊半島というところに、ツーリングに行ってきました。その時の、映像を見ながら、その時のことを思い出して、僕が声を当てていくだけの動画なので、本当に時間に余裕がある方、暇な方だけ見ていってくれたらいいかなって思います。まずは大阪の自宅を出て東に向かいました。国道163号線っていうところを使って、淡々と東に向かっています。ちょうど、朝日のタイミングと被ってしまって、めちゃくちゃ眩しかったですね。綺麗は綺麗だったんですけど朝の何時ぐらいだったかな、6時ぐらいだったかな。家にいるときはそんなに寒くなかったんで、 T シャツの上にレインジャケット1枚だけ羽織って走ってるんですけども、もうこの辺の木津川周辺に来るとめちゃくちゃ寒くて、またいつものように震えながら走ってました。なんかこの笠木キャンプ場の近くの川が、なんか川からなんていうの、湯気みたいなのが立ってて、ここもちょっと綺麗でしたね。ちょうど朝日のタイミングと被ってたので、走り慣れた道なんですが、ちょっといつもと違う感じで、やっぱバイクはいいなと思いながら走ってましたね。で、これがあれですね、そろそろ、鳥羽とかに近づいてる感じですね。で、鳥羽を抜けて、南下してるところかな。で、どこに向かってるかっていうと、前からずっと行きたかった、売春島と呼ばれることもあった、渡鹿野島に行くことにしました。過去になんかその、すごい売春が行われまくってた島らしくって、今ではもうそういったことはないそうなんですけど、そんななんかその売春で栄えた島っていうのがどんなところなんだろうと思って、一度は行ってみたいと思ったんですよね。で、これが渡し船がある、渡し船があるじゃない、渡し船で、渡鹿野島に渡ってるところです。2分か3分ぐらいで、渡鹿野島に着きました。料金は現金で200円で、運転手さんに降りるときぐらいに渡してください。バイクも一応持ってこれるんですけども、プラス300円でなんか原付なら乗せてくれるみたいなんですが、渡鹿野島ってなんかその狭いんで、原付を持ってきたところで大して走るところがないんで、もう、持っていかなくていいと思います。なんかどこに固定するのかもよく分かんなくて、ネットで調べた情報だと、多分船の上に普通にサイドスタンドで乗っけるだけだと思うんで、なんか万が一海に落とされたりとかもあるんじゃないかなと思って、僕はちょっと怖くて持っていかないけなかったですね。で、これが渡鹿野島に渡っていろんなところに歩き回ってたんですけども、ほとんど廃墟、ほとんどってこともないんですけど、港のところから離れていけば行くほど、廃墟が目立ちました。この日はちょうど桜が咲き始めたぐらいの時だったんで、もうちょっと、後ろにずらしていってたら、桜が満開になってたかもしれないですね。こういったなんか寮みたいなところがたくさんあって、ここは多分まだ住んでるんですよね。僕はその住んでるかどうかっていうのは、このガスボンベ、プロパンガスが、設置されてたらまだ住んでいるんだなっていうふうに判断しています。
これはあの山の奥の方に行った、廃墟になってるところですね。まあ、この中庭とかには入ってみたんですけど、まあ、家の中まで入っちゃうと不法侵入になるんで、くれぐれも、これから行かれる方は気をつけてください。あと、上の、なんかその手すりとかがもうボキって折れて落ちてきたりとかする可能性もあるので、こういった古い建物に近づくときは注意が必要だと思いますね。で、中がちょっと見える状態なので、ちょっと中見させてもらったんですけど、なんかこう、物置にされてる感じですね。あんまり生活の匂いがしないっていうか、中を見ても、ああ、ここでなんかその女の人が暮らしてたんだなっていう風な実感みたいなのがあんまり湧かなかったですね。おそらくこの2頭ともそのなんか女性が、売春婦さんが暮らしてて、で、実際はここにそのお客さんを連れてきて、ここでそういった行為もあったみたいです。まあ、中にはなんかその借金を返せなくって、それでなんかそのこうそういった方にここに連れてこられて、働かされてたみたいですね。まあ、なんか本、バタカナ島のなんか本があって、売春島っていう本では、そこではちょっとなんかその海を渡って逃げたみたいなことが書かれてるらしいんですけども、実態としてはなんかその、意外と売春婦さんたちも楽しく暮らしてたみたいなことを、YouTuber のジョーブログさんで、詳しく解説されてましたね。まあ、それだけ給料がすごい良かったみたいですね。で、ここがなんかマンションなのか、なんかホテルなのかがよくわかんないとこですね。普通だったらベランダがあって物が干せたりするようになってると思うんですけど。で、まあ、こういった民宿とかスナックとかは結構目立ちましたね。まあ、そういったなんかスナックでお客に声かけてみたいなシステムだったみたいです。で、まあ、街を歩くとこういったなんか狭い感じで、ここも多分スナックなんですよね。多分やってないっぽいんですよね。ここは喫茶店かな。ここもやってる感じはなかったです。で、唯一なんか喫茶店っていうかレストランがあって、ここは海月っていう、なんだ、レストランで、まだ営業はしてました。で、ここが有名な青い鳥っていうスナックですね。ここでその島を牛耳ってた女性が経営されてたみたいですね。で、そのなんか島を牛耳ってた女性と恋に落ちた刑事さんと一緒にこの目の前のでっかいビルを運営してたみたいです。ホテルかな。で、ここの茶飲みっていうのは、コンビニじゃないけどスーパーみたいな感じで買い物ができました。あとは神社があったので、一応行ってみました。まあ、なんかここで売春婦さんたちがなんかこうお祈りとかしてたのかなとかって考えちゃいましたね。今回は以上になります。もしよろしければ、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。また近々2番目の続きの動画を、作る予定なので、通知ベルのマークを押してくれたら、アップロードした時に分かるようなのでよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。